クンバラサウルス・カンバラソリスは、オーストラリアの白亜紀の窒素から知られる小型の極竜類恐竜の属の一つ。模型、クンバラサウルスは、小型の鎧竜で、長い尾を持つ、四足歩行の植物植生動物だった。2015年、クンバラサウルスの頭からいくつかの固有形質が提唱された。頭頂部が、ほとんど完全に平らで、全眼下骨と尾骨の制限された。 コンベックスプロフィールによって分離されている。プリーフラントルと上眼下骨、前眼下骨によって形成される頭頂部の角が頭骨の側面と直角になっている。上眼下骨は複数ではなく一つの骨で構成されている。前頭骨は頭頂部にのみ露出し、眼下には届かない。尾骨は分部の先に届かず、大きくより中心に位置しており、 尾甲周囲に開口するこの完全に鼻骨の内側に位置する開口部は、分部の上、肩骨部分と比較して大きく、上部及び側部から完全につながっている。上顎骨は垂直に頭骨の前後と頭頂骨の全部に達する。最も奥側の歯は、眼下の後隅の下側に向く。翼上骨は、脳箱においてその後部が、元長頸骨に一切接触せず。 完全に離れている。死は垂直である。下顎の関節球突起は強く突き出る。脳箱の側面は大部分が骨ではなく軟骨でできているため、ほとんどの神経は小さなものが枝分かれしていたのではなく単一の大きな開口部から出ていたと思われる。内耳は全体として頭骨に比べて非常に大きく前提が 他のすべての基地の恐竜とは異なりの奥から分離されず、渦巻き間の底面は骨でなく、前提は非常に大きく、半期間が短くなっている。頭骨の皮骨は平らであるか、せいぜい低い高四条しか持たない。頭骨上部の角と方に、臨場骨や片方骨の角や昆布の類は存在しない。クンバラサウルスは、頭、背、腹、足、そして尾に、 骨質の装甲を持っていた。クンバラサウルスには数種類の装甲が知られている。小さな骨の塊、体側に平行に並んだ小さなキールのある縦の列、鼻の上の流気のないキールがついていない大きな縦肩と腰そしておそらくは、尾のスパイク、起伏のある尾の三角プレートで構成される。首の周りを保護する一つのハーフリングも有していた。 仙骨の盾は存在しない。装甲の配置については、ビブのものは不明であるが、三角プレートが尾の両側を走っていた可能性がある。長い溝が尾の絵に沿って列を形成している。オーストラリアの総立て類の発見場所8は、ホロタイプが見つかった場所を意味する1989年9月、クイーンズランドリッチモンド近くのマラソン駅で、 極竜類の骨格が発見された。1990年、ラルフ・モルナー率いる探検隊がそれを回収した。1996年、予告的な記載がなされ、モルナーは、それがミ、民ミ族に含まれるものと考え、民ミ,ミ SP と記載した。その後、その標本はサンョリア、サシ処理や CAT スキャンを用いて補修が行われた。新しい情報は、 アンキロサウルス類の別属として命名可能なもので、あることを示していた。2015年、ルーシー・ジー・レイ、モルナー、カーペンター、ローレンス・ウィット・マーラは、モシキシュ・クンバラサウルス・イエベルシュ・カンバラソリス・イーバーシーを命名、記載した。属名は、ウヌマラ属の言語である、迷子で、盾を意味する、カンバラにちなんでいる。種名・イーバーシーは、 化石を最初に発見したイアンエバース、イアンイーバースへの懸命である。クンバラサウルスは2015年にオープンアクセス化、フリージャーナルで記載された18のタクサの恐竜の一つである。頭骨ホロタイプ、QMF1801 はアラル類層で見つかった。アルビアン、またはセノマニアン前期の海性層である。頭骨、石中、尾の半分以上、左のみ肩体。 左前肢、骨盤、両方の大腿骨、ほぼすべての走行を含む、ほぼ完全な全身骨格で構成される。骨と走行の両方がほとんど関節していた。意内洋物の化石として、最後の食事も保存されていた。その標本は、東ゴンドワナで、これまでに発見された、恐竜骨格のうち、及び、ゴンドワナ大陸全体における。 極竜類の中で最も完全なものの代表である。2015年の論文によると、以前に民ミ,ミとされていた5つの標本は、クンバラサウルスではないとされている。完全度の高いマラソン標本は、元が海だった地層から発見されている。これは化石化した個体が死後に、川の流れにさらわれ、しばらく海を漂流した後に、海底へ沈んだことを意味している。 本種の装甲や骨格は中世の騎士の鎧に例えられるほどに重たいが死後に発生した腐敗ガスが浮力の一因になっていたため長期間の漂流が可能だった。また標本には明確な紙傷や歯型が見られなかったためこの恐竜は海中で死肉食動物の餌食にはならなかった可能性が高い。このように海まで流されてしまったソ立タテ意には ボレアロペルタやスケリドサウルスの例がある。クンバラサウルスは2015年にアンキロサウルス化に分類された。同年、ビクトリアメーガン・ンアーバー EA は系統分析の中で QMF1801 とミンミのホロタイプを別の分類群に分けた。ミンミはアンキロサウルス化の基盤的メンバーに QMF1801 は極粒子ための基盤的メンバーに再分類された。それは アンキロサウルス科とノドサウルス科のどちらに含めるにしても原始的すぎるとされた。そのような位置づけを定性的に考慮したクンバラサウルスの2015年の記載は可能性が高そうであると考えられた。頭骨の CT スキャンタの極竜類とともにクンバラサウルスも植物植生だった。ほとんどの植物植恐竜と異なりクンバラサウルスは 食性に関する直接証拠を持っている。ほぼ完全なホロタイプには、左の腸骨の前に腹の空洞があり、そこから保存状態の良好な胃内容物が知られているので、ある。胃内容物は、繊維質、または、胃か束の断片、果物の実、休憩の種、消耗組織からなる。ほとんどの一般的な異物は、繊維か消耗の断片で、 長さは0.6から2.7ミ、mm、リメートルのものが多い。それらの端部には特定の断片の長軸に対して垂直の綺麗な断面がある。断片のサイズが小さいため植物は少しずつかじるようにして接触されたか口の中で裁断されたものとして解釈され口中に食べ物を保持することができた証拠とされる。これらの小さな断片は小枝や茎に由来する 可能性もあるが、そのサイズは、葉の遺憾束を示唆している。綺麗な断面は、食物を消化するために、遺跡ではなく蛍光処理に依存していることを示唆している。この遺跡や胃内容物は、体積状況を鑑みると、生前に飲み込まれた可能性が高い。その0 3ト、mm、ルの種と4 5ト、mm、ルの果実は、明らかにそのまま飲み込まれている。 その内い容い物と他の現代のトカゲ類やエミューやガチョウといった植物植生動物の糞を比較するとこのクンバラサウルスの個体は植物を消化するためのより洗練されたプロセスを持っていたことがわかるクンバラサウルスが生息していたオーストラリア南部は当時南極大陸と地続きになっていたこの一帯は極限に位置する割に対して非常に暖かく 全域の平均気温は0度12度あった。年間の平均降水量は750から1150ミリと多量。乾燥していたのはクイーンズランド等の一部地域に止まっていた。一時期のオーストラリアには浅い内海が広がっていた。内海は約1億1700万年前に最も面積を広げている。そこには主張流のクロノサウルスや 魚流のプラティプテリギウスが泳ぎ回っていたが、今から約9900万年前に内海は消失した。このような環境は近い時代、地域のダイナソー工部と異なっている。植生は南洋ウ、マ胃腸、コケシダソテツが支配的でジュラキの植生に近い。共産している動物には大型長脚類のムッタブラサウルスや、 中型住脚類のメガラプトル類が存在し、恐竜以外には、配魚のネオケラトドゥスやカメ類等が確認されている。ありがとうございます。